にも感情があるとも一斉です。今日はですね、エウレカがね、結構前にお話したんですけど、ハダニにやられちゃってですね、残念な感じに葉っぱがなってるんですよね。それをね、情報共有というか、ハダニにやられちゃうとなんかちょっとすごい残念な感じになっちゃうんですよ。それをね、皆さんはね、そうならないようにハダニ気をつけてほしいんでね、ちょっとこうかわいそうな感じになってる葉っぱっていうのをね、お見せしとこうかなと思います。それがこれなんですよね。結構ところどころ黄色い点々がついてるじゃないですか。これハダニなんですよね。ちょっと上からお見せしますね。一斉の動画、はい、いきなりですけども、こんな感じになるんですよ。ハダニにやられると、うわーって感じでしょ。きついですよね。せっかくここまで育ててきて、かっこいい姿をね、見ようと思ってたのに、これですよ。ボロボロになっちゃってます。ハダニ自体は薬を振ったんでね、もう僕が見た感じではいないんですけど、ただまあ葉っぱがこんな感じでね、てんてんてんとなっちゃってます。こういう症状がね、皆さんも出たらまずハダニ疑ってほしいですね。こんな感じになるんですよ。でこの葉っぱのね、裏、まあ裏を見るとね、結構多分ハダニについてるなって思うと思うんで、これもうね、薬振ったんで、まあ完全に死滅はしてると思うんですけど、いやーもうひどいよね。肌についたらこんなになるんですよっていうね、ちょっとお見せしときたいなと思ってね、今回カメラ回しました。まあ、次のこのね、新しい葉っぱは肌にやられてない感じの葉っぱになると思うんで、開くの楽しみにしたいなと思ってます。はい、そんな感じです。一斉の動画、はい、そんな感じでね、今日は肌にやられちゃったアグラオネマのピクタムエウレカを紹介しました。皆さんはね、肌にがつかないように気をつけてください。僕ですね、ツイッターとインスタグラムもやってるんで、よろしければフォローの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。